公益社団法人日本動物園水族館協会は日本の動物園水族館で構成されている公益社団法人教育活動の充実や動物福祉の邁進、気象動物の保護繁殖などを目的に掲げている元文部科学省所管2020年5月20日現在の成果員数は日本国内の動物園91 水族館52の計143円館で、その他に73団体の維持会員がいる。加盟園館数は近年脱退が新規加盟を上回り、前言が続いている。動物園または水族館が団体として正会員となるのではなく、動物園または水族館の代表者が個人の資格で正会員となる。とより日本国内のべての動物園、 水族館の代表者が加盟しているわけでもなく、半数以下となっている。2015年、大事町のイルカ追い込み漁に関してジャザは、世界動物園水族館協会の除名勧告を受けたがこれに反発する形で、大事町のクジラの博物館が脱退、2017年に新江ノ島水族館、下関市立下関水族館、 竹島水族館など国内経営音水族館が脱退した。アルファベットによる公式の略称はジャザであるが、日動水橋、日動水、動水橋などと略されることもある。正解員、ありがとうございます。